科学は女性を必要としている。徳島文理大学博士研究員の向井理沙はウイルス性白血病の発症メカニズムを解明し、今後の医療に大きく貢献した。2016年3月日本人初の国際新人賞を受賞した彼女はどのような人なのだろうか。もともと手を動かすのが好きだったので、研究なり、実験っていうのもすごく楽しく過ごせていたんですけれども、その時点ではまだその自分が研究者になるっていうふうには全く思っていませんでした。その夏の学会でそのウイルスを研究している方がたくさんいることであったり、その私のやってきた研究に対して興味を持ってくれるっていう方もたくさんいたので、その世界がとても楽しかったので、私もこの分野でこうもう少し勉強していきたいっていうふうに思って、研究者の道を進むようになりました。よく言う、論文を出さなきゃ、出すことが大事だったり、この研究をずっとやらなきゃいけないっていうのは、それはそうなんですけど、それを続けていくにはやっぱり自分の分野であったり、科学だったサイエンスっていう分野をもうすごく、好きでいること、それが一番重要かなっていうふうに思います。とりあえず進んでみて、ダメだったら戻ればいいし、ダメだったら違う道を進めばいいしっていうのは、この研究室入って、そういう大島先生とも出会って、自分が学んだことかなと思います。目立たない子ではありました。で、半年後には誰かいるなと思ったら、彼女が向井さんだっていうのを知った。僕自身がこう時には怒るんですよ。向井は泣きます。辛いとか悔しいとか思ったことを次の日まで引っ張らないっていうのが、彼女の一番強みであり、いいところじゃないかなというふうに思ってますけど。釣りに行くっていうのが息抜き。先生、これあまりにもこれゆるゆるすぎるじゃないですか。いい、これぐらいゆるゆるの方がいい。見てこれ。外れるんで。あれ。投げろよちゃんと。まっすぐ。ブル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 するとお前絡まる上。よし。行け。怖いな。研究を通しても。みんな切磋琢磨するし、やっぱり息抜きでみんなで釣りに行くっていうので、仲はいい方かなと思っています。海外に行って自分の今の実力を試すであるとか、海外での研究のスタイルであったり、考え方っていうのを、自分の目で見て学んできて、将来的にはそれを持ち帰って日本でも一回りも二回りも大きくなって、研究の道を続けていければいいかなっていうふうに思います。仕事であり趣味であり、自分の生活の中でなくてはならないもの、研究ってツールを一つ大事にしていって、生活していきたいというふうに思います。研究だけではないんですけれども、自分の好きなもの、好きなことっていうのを大事にしていって、それを続けていけば、何か評価なり見てくれている人っていうのはどこかに必ずいると思うので、そういう気持ちを大事にして、今後生活していってくれたら、何か道は開けて大きな夢へとつながるかなというふうに思います。国籍だろうが、年齢だろうが全く関係がない、とてもフェアなので、一人でも多く、一日でも早くその困っている方を助けていけるように、自分がその手助けですかね、ができるように、毎日これからも研究に精進していきたいなというふうには思います。性別も国籍も関係のない科学の中で、好きなことを追い求める気持ち、誰かを助けたいという気持ちを大切にしている向井さん。だから彼女は輝いているのだろう。科学は四国の海を越え、世界を救うために、彼女の研究はこれからも続いていく。